おはようございます。サイドクエスト伝説のイエティパート4分の2リータスキーターに会うをやっていきますね。日刊予言者新聞の人ですね、この人は。で、この人も動物になれますからね。はい、もうネタバレになってたけどね、タイトルで。これはこれはメリークリスマスミスター YouTube、 メリークリスマスリータ、あなたもメリークリスマスミスターかな。あ、なんかついでって感じで嫌だな。あなたがいると落ち着かないよ。それは褒め言葉として受け止めておくわ。ロマンよく言ったね、本人目の前におるのに。クリスマス休暇中にホグワーツを恐怖に陥れる巨大なイエティに興味があるそうね。それは本当の話なのか。私がこの手で日刊予言者新聞にその記事を書いたのよ。だから間違いないわ。なんでなんでローはなんかキャラ変わってきたの。なんですって。なんでもない、ただのくしゃみだよ。最近寒いからな。なんか攻撃的だな、ローは。いつもおとなしいのに。イエティに関する情報が欲しいのなら、それに代わるものを提供してくれないと。あなたが知っている最高の秘密を教えて。ハグリッドは狼人間だ。スネープは吸血鬼だ。ダンブルドアは七変化だ。え、スネープ先生って吸血鬼だったんだ。スネープ先生が吸血鬼だって分かったんだ。授業の邪魔をする生徒の血を吸うんだ。マジで初めて知ったんだけど、怖いな。魔法薬学の教室がなぜいつも薄暗いのか、ずっと不思議だったのよね。吸血鬼の先生ならいいネタになるわ。もちろんあなたの言うことが本当だってことを確かめさせてもらう必要があるわ。実証できないただの噂は日刊予言者新聞には載せられないの。ち、なんかローは怒ってるよ。てんてんてん。またくしゃみが出たんだよ。今のくしゃみか。そっちの責任は果たしてくれたわね、ミスター YouTube。クリスマス休暇の間にホグワーツを恐怖に陥れるイエティについて私が知っていることを全部教えてあげるわ。マジで本当かな。まあ聞こっか。星5で合格か。気をつけんやけんな。じゃあ聞こっか。あたりを見る。周りね。イエティが廊下を突進してきたらリータはどうするだろう。動物に変身して逃げるんじゃない。イエティがホグワーツのどこに潜んでいるかは、まあね、寒いから冬限定だろうね。何年も前にケトルバーンの元からイエティが逃げ出したって話を。なんかいろいろ逃げ出してんな。キメラも逃げ出してるし。イエティは寒い気候が好きなの。だから今だね、雪が降ってるから。リータは僕に関してどんな秘密を知ってるんだろう。怖いよねそれ。リータは自分で言ってることを半分でも信じてるんだろうか。ロマンと話そう。ホグワーツにイエティがいるなんて怖くもあるけど興味深くもあるよ。まあね、動きが遅かったらええけどね、イエティ。でもなんか、結構、動きが良す、いいイメージもあるんだよな。イエティは目撃者が少ないクリスマス休暇中に狩りをするの。マジか、そうなんだ。あ、じゃあどんどんやっていこうかな。はい。誰も知らないんで、でかいのに。なるほどね。じゃあローワンと話そう。はい。じゃあお待ちください。なんかスムーズになったね、動画。ちょめです。ある程度回復したのでやっていきます。もうこれはどんどんやっていきますね。これはだからもう忘れずに星5ですね。星1のやつはまあ放置してエネルギーの節約してやっていくのもいいけどね。じゃあこんな感じでどんどん。ね、スムーズだね、今日は昨日に比べたら。朝だからかな。あ、やべ、4選んじゃった。あ、まあ足りるからいっか。これエネルギー右上見たらわかると思うけど、戻ってきますからね、ちゃんと。ゲット。イエティを見つけられるといいわね。捕まえたら私に教えてね。それからそのイエティが友達を食べるところを目撃した場合も教えてほしいわ。ひどいこと言うな。どちらにしても素晴らしい記事になると思うけど。お金のことしか考えてないのかな。メリークリスマス。あ、それか名誉のためか、自分が有名になるため。人が一番大事だけどな。本当に本当のことを教えてくれたと思うか。なんかローンはリータに対してはきついよね。正直もう何が何だかわからないよ。ハグリッドがイエティのことを知ってるか聞きに行こう。ハグリッドの小屋かじゃ。すぐ行ける？ハグリッドと会う。妖精の呪文学の教室まで来てくれ、ちょめ。お互いに助け合えるといいんだが。あ、予想は外れました。ハグリッドの小屋じゃなかったね。じゃあ一応行こっか。よし。お、
でかいね、やっぱハグリッド。よし、じゃあ話しかけよう。メリークリスマス、ハグリッド。メリークリスマス、チョメ。メリークリスマス、ローワン。お前たちの顔が見れて嬉しいぜ。メリークリスマス、ハグリッド。どうして妖精の呪文学の教室で会いたいなんて言ったんだ。ファングが見つかれねえと思ってな。いろいろ探してが、まだここには探してねえんだ。あいつはいつもどっかに行っちまう。それ分かってるんならさ、なんか対策すればいいのにね。心配ないよ、ハグリッド。きっとそのうちひょっこり顔を出すよ。そうだといいんだかな、チョメ。子犬が出歩くには、外は寒すぎる。なんか GPS とか言ったら科学的になっちゃうから、なんか居場所が分かる魔法とかかければいいのに。それで俺に何か用事か？クリスマス休暇になるとホグワーツを巡回するイエティについて何か知らないか聞きたかったんだ。ハグリッドがイエティに間違われる可能性もあるような気が。いや、やめとこう。その話は聞いたことがあるが、残念ながら俺も実際には見たことねえんだ。助けになるかわかんねえが、イエティについて俺が知っていることを教えるよ。イエティの話をするのは好きなんだ。助かるよ、ハグリッド。どんな情報でも知ってることは全部教えてくれ。まあ、何時間？ 1 時間か。星5だね。じゃあ、マックスにエネルギー回復したらできるね。はい。はい、チョメです。イエティについて学ぶ1時間やっていきますね。もうマックスになってますよ。はい。ハグリッド、質問する。大勢のマグルもイエティを見たって言ってる。マグルっていうのは魔法が使えない人だね。イエティが壁を突き破ってきたら、ハグリッドは嬉しくて飛び跳ねるかも。マジで？ローワンと話す。ファングはキッチンに行ってクリスマスの祝宴用の食べ物を食べてるかも。そんなんしたら罰を受けるよ。罰則を。ファングが無事だといいんだけど。ハグリッドはどうしてこんなにもイエティに詳しいんだろう。そんな詳しい情報聞いたかな、まだ。イエティが壁を突き破ってきたら、ハグリッドは嬉しくて飛び跳ねるかも。あ、これ同じだね。まず全然情報聞いてないけどね。イエティは火を怖がるから、炎の呪文を使えば撃退できるはずだ。それはなんか他の人にも聞いた気がする。イエティはチベットに生息してるんだ。あ、それは知らなかった。初めて聞いた。イエティは身長が 4.5 メートルぐらいで、目にするものは何でも襲って食っちまうんだ。あ、詳しいね、ハグリッド。確かに。こっちは先に聞かんやいけんかったわ。うん、詳しいです、詳しい。でも、誰でもわかることのような気もするけど、4.5 メートルとか。はい。結構高いね、4.5 メートルって。ゲッ。イエティについて俺が知っているのはこんなもんかな。もっと知りてえなら、ケトルバーン先生に聞くといいぜ。まあ、4.5 メートルと火が怖いっていう2つの情報を得たね。それじゃあ、俺はハングを探さねえと。手伝ってくれてありがとう、ハグリッド。ファングならきっとすぐに見つかるよ。だといいんだがな。それじゃあいいクリスマスを。戻ってくるでしょ、ファングは。そっちもな、ハグリッド。なんかローワン今回なんかすごいね。なんか言い方が悪いのかな、自分の。なんか上、ローワンたくましいな。それじゃあどうする、チョメ。とりあえずケトルバーン先生がイエティについて何を知っているのか聞きに行こうか。じゃあ魔法生物飼育学の教室かな。教室っていうかあそこか。ケトルバーンと会う時計台の中庭まで会いに来てくれ。話したいことがあるんじゃ。あ、また予想が外れました。時計台でした。じゃあ時計台行ってみよっか。中庭のケトルバーンと会う。うわー、いないね。他は寒い中は立ってんな。寒い格好だな、下が。メリークリスマス。メリークリスマス、ケトルバーン先生。クリスマスプレゼントに新しい義足を用意したなんて言わんでくれよ。この義足にだいぶ愛着が湧いとるからな。なんか寒そうだな、義足。いいえ、先生。城の敷地をうろついてると噂されるイエティについて何か知っていることがあれば教えてもらえないかと思ったんです。前はキメラだったよな。生徒が食べられるの、たのか？多分ないと思う。それはよかった。なんか後半だったらトロールとか出てきそうだよね。なんだかいつもこの質問をしているような気がするのだろう。噂が本当かどうか知りたい。捕まえたい。友達になりたい。友達になりたいにしてみようか。はい。イエティと友達になりたいんです。絶対なれると思うんです。その自信はどっから来たんだ。ああ、きっとなれるだろう、ミスター YouTube。ケトルファー先生も、すごいこと言うな。もちろん、生きたまま食べられてしまう可能性もあるがな。このイエティがどうやってホグワーツに解き放たれたのか、話をしてやろう。命がけの友達なんて嫌だわ。何時間だろう。一応見とこうか。3時間で星1か。なるほどね。こんにちは、チョメです。34まで回復したので、そろそろやっていこうと思います。イエティについて学ぶ。じゃあ、ローワンから。
僕が丸くなってじっとしていたら、AT は僕を無視してくれるかな？それともその方が食べやすいかな？どうなんだろうね。魔法生物飼育学の教室から他にどんな生物が逃げ出したんだろう。いや、いっぱいいるよ。キメラとか。しかも前なんていろんな動物が逃げ出したからね。大変だったよ、ほんと。生徒たちが勉強できるように何年も前にチベットから AT を、マジか。あ、まあでもそれも大事か。勉強させんやいけんから。AT がいないから目を凝らして見ておくよ。なんかあの猫がさ、大鍋に変えられてるみたいにさ、AT とかもそういう動物も物にしておいた方がいいんじゃないの？いや、でも動物愛護団体が怒るか。振り返ってみれば、逃げ出さないようにもっとしっかりした設備を用意しておくべきだった。もう全部大鍋で管理すればいいと思うよ。これは AT の大鍋とかね、ボートラックルのあの鍋とか。レパギファージで直せばいいだけだから。AT がいないか目を凝らして見ておくよ。食費もかかるでしょ、食費も。あ、でもそうやったらなんか人権っていうか動物問題とかなるから。ね、あんま言わん方がええな。うん。はい、待つ。じゃあお待ちよ。チョメです。ある程度回復してきたのでやっていきます。あ、ちょっとエネルギー足りんかもしんないな、これ。うん。魔法生物飼育学の教室の周りに、だって、あれでしょ、もう半分行ってないからさ、これから半分でしょ。ちょっと足りないかもしんない。じゃあ、どんどんやっていこうね。同じかな、これは。ね。うん、同じことばっか言ってる。あとはもう、このエネルギーね、一応戻ってくるんだけど、あ、これで終わりかな？あ、足りた足りた。よかった。はい、いつも通り50ゴールドをもらってゲット。イエティは今どこにいると思います？全く見当もつかん。禁じられた森に住み着いとるかもしれん。城の、あの敷地から遠く離れたところを途方とるかもしれん。なんて読むんだろう、これ。ホグズミートで心地の良い小さな宿屋を営み始めたかもしれん。ちょっと文字がちっちゃくて見にくいんだよな。 4.5 メートルもの体じゃ。じゃからどこにいるにせよ十分手足を伸ばせるためだけのスペースがある場所にいるじゃろう。鎌倉とか？ありがとうございます、ケトルバーン先生。とても参考になりました。イエティを探しに行くのは本当にやめた方がいい。はい。じゃが、それでも行くというのなら、魔法生物飼育学の教室に連れ戻してくれ。なんだそれ。行けってフラグじゃないか。禁じられた森って結構あったよね、でも。なんかまだ行けない場所とか。ローアンタを訓練場まで会いに来てくれ、チョメ。イエティを探しに行こう。探しに行く感じになってるね。だから今、パート2か。あ、4分の4か。これで終わりか。パート2は。ローアンタ会おうか、じゃあ。なんでさっきの場所へ行けんかったんだろう。狭いからかな。あ、これ何？ファングじゃないよね、これ。ちょっと待って、話しかけるか。何やってんの？ファングだった。ワンワンワン！ファングを見つけた！ケトルバーンは、イエティはどこか広い場所にいるかもしれないって言ってた。ここほど広い場所は思いつかない。まあいいか。イエティを見つけられなくてもファングを見つけられたんだから。ハグリッドの小屋に連れて行ってあげよう。すごく心配してるから。え、これで終わり？もしかして。ワンワンワン、かわいいな。ファングは何に向かって吠えてるんだ？え、もしかして埋まってるとか？あの、地面に埋まってるとか？イエティが。そんなはずないよね。わからない。もしかすると単に寒。グワーオン。え、フラグだった？もしかしてちょっと丘になってる。お、なんだ、なんだ、想像してたのとちょっと違うぞ。怖い怖い、これ。血統かもしかして。イエティだ。あ、わかってるよ。イエティは人を食べるんだ。それから多分犬も。ちょっと落ち着けよ。わわわ、怖い怖い怖い。グワーオン。下がるんだ。僕が止めてやめる。止めれるか？じゃあこれは、あ、血統だね、これ。イエティと戦う。200ゴールド。じゃ、攻撃的。わー、イエティも攻撃的か。やっぱり。まあ、当たり前か。攻撃ばっかじゃないか。じゃあ、守りでいこう。え、お前も守るんかい。こそこそは負けそうだから守りでいくか。オッケー。こそこそ絶対負けちゃうからね。インカースラム。まあ、捕まえたいからインカースラム。セラスを使おうかね。はい、これでね。捕まえますよ。ロープで。捕まえれるかな、これで。うわ、マジで？あ、そっかそっか、見てなかった。誰でもできるから、686だった。これ、わざと負けないといけない。あ、やばいやばいやばい、勝っちゃった。じゃ、エピスキーや。相手の攻撃も見たい。ちょっと何やってんだ、これ、実況者として失敗じゃないか。本気でやってどうする？あ、いいよ。だから、こうやってエピスキーやってたら相手は死なないから、ちょっと相手の攻撃を一回だけ受けたい。
じゃあ、ウィーゲンウィルド薬にしとくか。たまにはこういうのも飲んどかんやな。これはね、2ターン回復するからね。視聴者さん早く知るよって思うかもしれんけど、やっぱりイエティの攻撃は1回は受けときたいからね。びっくりしたわ。インカースラムってさ、こんなに食らわないんだよ、普通は。じゃあイエティは攻撃的だからコソコソで行くか。お前守るんかい、そういう時に限って。これは、うん、もう無理だね、これ。うん。じゃあ最後は笑わせてあげましょうかね。まあ普通の攻撃だと思うよ。イエティ。ガオーって今のなんかやってから。すまんな。一旦失神する。ずっと攻撃しといてよ。ゲット。あ。なんか音楽ちょっと変わった。大丈夫？イエティ。誰か入ってるの？イエティを倒したじゃないか。ちょめ、信じられない。ワンワン。ワオーン。怪我をしたかもしれない。That was a bit...はい、また出てきたよ。このイエティをどうする？ケトルバーンのところに連れていく。気を失わせる。解放してあげ、気を失わせよう。また攻撃してくる前に気を失わせるといいと思う。君がそう言うならちょめ。まあ、怪我してるけどすまんな。フリペンド。衝撃呪文にすんかい。失神とかじゃなくて。フリペンド難しいんだよな、最近。ちょっと待ってくれ。これ、OK、できた。スキップ出るからね、一応。3回ミスっても。はい。かわいそうに。まあでも、イエティ、やられないとやられちゃうからね。ファングと僕が魔法生物飼育学の教室まで連れて行くよ、チョメ。君はイエティと戦ったから休んだ方がいい。クタクタだろ？本当に大丈夫？ワン。イエティはおとなしくなったから多分大丈夫だよ。また怒り出したら叫びながら走ればいい。ワン、ワン。ありがとう、ローワン。それじゃあ、クリスマスの祝宴で。あ、クリスマスの休暇、パート2を完了。ゲット。クリスマスの休暇、パート3。全員がお互いに特別なクリスマスプレゼントを用意することになったが、サプライズになるのは自分が用意したプレゼントだけではなさそうだをやっていきますね。では、今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。大広間で会いに来て、クリスマスを楽しむだけのアイデアがあるのをやっていくからね、次回はね。